2022年秋、東京都内、彼らは働いていた。その名もシェアロック・ホームズ。踊ったり歌ったりをメインに活動しているグループだ。そんなシェアロック・ホームズは結成して約15年の月日が経とうとしている。その膨大な歴史を紐解く壮大なイベントを彼らは開催しようとしていた。未だ謎のベールに包まれたイベント、その内容を暴こうと我々は2日間の密着取材をすることに成功した。はい、それではですね、今日は、シェアロック・ホームズさんの、SLH 集会その実態について、今日はちょっと事務所の方にですね、今日はメンバーが集まって何やら作業をしているという情報をいただきましたので、ちょっと様子を伺っていきたいと思います。奥が、メンバーの今作業しているスペースになってますので、あちらを覗きに行きたいと思います。何やら聞こえます。おそらくですけれども、こう衣装ですかね、はい、衣装かなんかちょっとこう合わせたりとかして、早速見てみたいと思います。失礼します。皆さんお疲れ様です。突然の訪問に最初は否定的で暴力沙汰になるところだったが、リポーターの懸命な説明によって特別に了承を得ることに成功した。本当はね、水だね。本当はダメですよ。特別ですけど、はい、お願いします。SLH 集会の今度着る衣装をね、届いて、わーって今なってたところなんです。こんな感じで。これが、それぞれお揃いで。うん、これは、りょうさんの。これは僕の、で、天真爛漫。そうですね、はいはい。表が結構みんな一緒で、はい、裏が、刺繍がみんな違う。もうなんでか、東京。東京、下関が捨てた。東京なんだ。という感じに。まあ、東京中嘘ではないですからね。これが今いないけどね、はい、白藩っていうメンバー、もう怖いからね、犯人みたいな顔が起こるから。本当だ、白藩って書いてます。そうで、これが白藩の顔を書いてあって、僕なんかちょっと長くなってて、そうですね、長いですね、でみんな形がちょっとずつ違う、ちょっと違うって。本当だ、どうも。これは、あ、シャツのタイプですね。そうね、これはね、これトップシャツ、はい、まあ結構今回こだわってやってるんで、まあでもこれ来たらね、むしっと週間盛り上がるんじゃないかな、うん、ね、はい、みんなカクカク一着何ぐらいするかな。結構やってますね、はい、結構やってんですよね、気合いが違う、はい、これを着て踊ったり歌ったりそれはするかもしれないし、ね、はいはいはい、しないかもしれないし、うん、それはね、白藩しかわかんないね。あ、まあ、でも白藩次第ですね。白藩にやれって言うだけある。そうなんですね。これ総長だけど、はい、これはゆうまさんの初代総長。総長だけど、はい、参謀には逆らえない。なるほどなるほど。これ白藩のね。うん、ああ、なるほど。初代参謀って書いてますね。僕は特攻隊長。特攻隊長じゃないですか。うん、おお、すごいすごい。これはこれだね、そう。ふざけてますよね。ふざけてないね。もうだってね、16年間ずっと爆笑担当してるやん。なるほど、なるほど。じゃあもう一番踊って。すいません、作業の方を中断させて。ただ邪魔しないで。はい。手段買ってくるまで休まないと。はい。終わられるから。で、あ、アイロンかけてるんですね。で、あ、こちらは何に、これはね、アイロンかけてるんですか。ね、昔のグッズ。もうこれなんかあれだよ。初めてシェアロック・ホームズが
出した靴です。はい、はい、初めて知ってる、はい、初めて出した靴。奇跡的にこれ覚えてますね。奇跡的に白藩が持ってた。すごい。まあ他にはね、こういうみんなで作ったよ。わわ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 、ね、これはね、はい、カラーっていうツアーで、はいはい、カラフルツアー、はい、そうカラーじゃないね、うん、カラフルね、カラフルツアーみんなでね、これ色塗ってね、はい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 、こういうのもね、展示できたら、ね、歴史をね、はい、こういう、こういうのね、近くで見てほしいの、ぜひ、はい、これね、もう初めての印刷だから、はいはいはい、潰れちゃって潰れちゃって、そうですね、何にも分かんない、我々未熟でしたからね、そうガブリシャス書いてますけどね、はいはい、何にも読めない、こういうね、おかしいですね、これ何にも考えてない感じを見てほしいよ、俺の未熟さ。そうだね、うん、まあ、あとやっぱこういうね、歴史っていうのでね、うん、色が違う、闇でね、色が違うから、闇でちょっと白じゃなくなって、黄色いじゃん、それはタバコ吸うな、みんな歴史関係ないよねのグッズ展示したり、はいはいはい、でこっちにもありますね、本当に処理が困ってさ、はい、あの売るタイミングを逃したグッズたち、ああ昔の、うん、もうこれも売っていこうかなと思う、はい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 、中華街いっぱいありますね、そう、はい、うわなんかこれなんかめっちゃ懐かしいですね、これはもうニコニコ動画を始めるほんとちょっと前ぐらいに、はいはい、ね、一回ね、こちら初代 T シャツで失敗して、でも次もう作んないって決めてたんだけどただね、この確かここの会社がちょっとお金持つから作りなさいって言われて、そうだ懐かしい、じゃあ作れよ、作ろうか言うだあんまり言わない方がいい、言わない方がいい、そうね、作って在庫とかないから、ないか、もうなくなり次第終了なんだよ、これに関してはじゃないけど、はい、売るか、うん、なるほどなるほど、しかもあの当時の料金じゃないよ、そう、はいはいはい、もうちょっと、もちろんもちろんもっと安く、もっと安くとして買いのあるから気をつけてね、買いのあるから、もっとこっちが切れ、ごめんなさい、こっち、あとは、うん、あチェキですか、これそうチェキいっぱい取ってきた過去にね、はいはい、取ってきて、はい、やっぱボツになるチェキってあるの、うん、これも出していこうと思う、そうだね、あそうボツなのに出す、そうなんか取ってたの見る何枚か、ちょっと怖いねボツにしてるから ね、 ねそうだよ、ボツの何が出るかちょっと怖いけど、これとかなんかね、うん、なんか青いなんか入ってるみたいな、生っぽいとかね、そういろいろありますね、あるんですよ、分かりづらいけどね、うん、中にはやっぱ白目向いてたり、ある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 、もちろんある、もう見てほら、もう顔が白すぎてね、コウメ太夫みたいになってる、うん、こういうのも出していくね、そうだね、うん、こういうのね、こういう見てね、うん、笑ってくれたらいいなっていう、選べないね、そう選べない、ね、選べない、選べない、そんなことはさせない、はい、うん、ありがとうございます、口動かすんやったら手動かしてんな、あんまり切羽詰まってから次は、はい、次は時間も危ないし、どうしましょう、ほんまに止まらせる時間ないよ、じゃあすいません、じゃあカラスさんにもちょっと時間ないから、はい、手動かしながらでいいんで、ああぜひぜひ、はい、まあ、出してもらって、まあ、ここはいろんなもの展示しようかなって思ってて、はい、なるほどなるほど、まあ昔のね衣装とかもあるし、はい、まあ最近の衣装もあるし、まあ本番はね、はい、こっちの方にこういう感じで着せていこうかなって、でみんなに見てもらおうかなって思ってます。そうレイアウトとかもね結構あの気にあのいっぱいいっぱい悩んでるから、もうほんまに忙しくて、何点かちょっと紹介してもらう、紹介しましょうか、ほんなら、はい、ほんまちょっと時間もねないんですけどね、取られへん作業中やからな、こっちもそんなにな、うん、あすぐ出せ言われてもちょっと出されへんけども、ほら、あ、知らんのこれ、これね、パリパニかな、パリパニの衣装ね、うん、まあこういう風にね、あのこれとかやったらこういう感じで、こういう感じですね、まあイメージですよね、イメージで、大体こういう感じ、うん、でみんなに楽しんでもらおうかなと思ってる感じですね。いろいろね、こう近くで見たらこう、うん、なんかこういうなんかこう、なんかね、りょうくんの匂いとかがちょっとついてるかもしれないから、なんかそれはね、こう触りはできへんけども、はいはい、こうやって近、そんな近くていいんですか？触りはせへんかったら大丈夫だから、はいはいはい、もうあんまり、でもあんまり近くに行くとあの汗の染みとか見られちゃう。いやそこも見てもらおうかな。やっぱ僕らの歴史を、はい、ありのままを、ありのままを、はい、また本当に楽しみにしといてもらいたいですね。はい、ほんでね、あの歴代の踊ってみたの衣装とかを、はいはい、展示しようと思ってて、ほんであの、まあ、懐かしい衣装から、
最新の衣装まで、まあ大体1会場10点ぐらいはおめどにやっていってるんやけども、そういうのもいろんなものが飛び出してきて、これがいみたいなのも飛び出してくるから、ほんまにそれも楽しみに一緒にいてもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。いやいや、もうすいません思ってます。いやいや、もう全然楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございます。はい、あ、すいません。あ、はい、遅いよ。リオさん、ごめんなさい、遅いよ。リオさん、はい、これは一体、これはね、はい、みんな大好き、もう見てもらったら分かる。はい、はい、どうも。アイメアです。みんな大好きアイドルだからね。大事に扱ってね。はい、もちろんもちろん。なんか見覚えあると思いました。うん、はい、エアリタにもちゃんと来てもらって、はいはい、まあみんなとやっぱ写真撮ってもらいたいのよ。あー、なるほど、うん、はい、だから今から作るから。あー、はい、なるほど。持っといてね。かかとが出てきたね。じゃあちょっとカラス、うん、やっちゃって。やっちゃうか。うん、あ、いいね、いいね、いいね。伸ばした。そう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 。手伝おうか。手伝いましょうか。手伝いましょうか。よろしくね。よろしく。オッケーオッケー。はいはい。あ、いいね、いいね。もういいか、いい感じ。うん、いいいい。硬さは？いや、いらん。いらんね、それ。いや、いるやろ。いるいる。硬さは、大事だ。硬さはとかじゃないん。日によるから。日によらん。怖いよ。じゃあ、はい。はい。おっ、はい、はい、はい。はい。左腕が。こっち乾燥させ。右腕が。オッケー。じゃあ最後に行くよ。オッケー。カラス。はい。おい、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 おい。あー、だんだんメアリーさんになってきた。なってきたんじゃないですか、これは。服着せてあげるか。なんか懐かしい、この。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ウィンターアンサー適当で外して。そうですね、一回外してもらう。うん、なんていうんですかね。外してとか。うん。何、文句あんの。いや、ないっす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 。こっちは一生懸命やってるから。いやいや、分かってますよ、もちろん。邪魔するなら帰ってよ。はい、すいません、失礼しました。はい。はい、はい、はい。あ、そうですね、そうでした、そうでした。いい感じに。僕の。あ、だんだんなんか。うん、見たことある。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい、しっかりね、しっかりね。あ、オッケー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 。あ、いいね、いいね。なんかエロいね。なんかエロいね。何言ってんすか。できたら言って。うん。最後確認するからね。はい、オッケー。あ、こんな感じでね。はいはいはい。メアリタン、当日来てくれるから。あ、なるほど。メアリタンも写真とか撮れるように。メアリーさんと一緒に写真を撮ろうと。うん、撮る。そうね。ということですね。うん。みんなも私と一緒に写真を撮って楽しもうね。ね。メアリーさんもやる気満々。ありがとうございます。この日の突撃リポートはこれにて終了した。まだ全貌は解明されていないが、未だかつてない壮大なイベントを計画しているのは明らかだ。そんな中、後日。都内でまた怪しい動きをしているという情報をキャッチした我々は再び突撃リポートを敢行するのであった。はい、皆さんこんにちは、SLH マネージメント兼、突撃リポーターの勝地です。今日はですね、シェロック・ホームズさんが、なんと撮影をしているという情報をキャッチしまして、それに、突撃したいと思って本日来ております。一体どんな撮影をされているのかちょっと覗いてみたいと思います。では行きます。失礼します。シェラコームスの皆さん、突撃2日目ということで今日ダメだよ。いやいやいや、そうだよね、まだ来たよ。はい、まっすぐ、はい、なんかすいません、まっすぐだよ。おい、なんすかちゃんと映してダメなことになってほんまにあかん、せっかくなんで。ちゃんと、ちゃんとほんまにあかん。いや、もうやめろって。難しいんだ。
じゃあお前取る、お前取るか。突然の訪問に怒りをあらわにするメンバーたち。いつになく暴力的で、今回の突撃取材は難しいかと思われたが、リポーターの懸命な説明によって特別に了承を得ることに成功した。はい、じゃあですね、今あの撮影の方が向こうの方で始まりまして、いろいろちょっと聞いてみたいと思います。すいません。ちょっと待って、ちょっと待って、何撮ってんの？ダメ。ちょっとだけ、緊張だけでもいいんで。これ、はい、これは、今回のね、あの ZEP のね、等身大パネルをちょっとまあ、ほんまここだけの話言ってくださいね、はい、あの等身大パネルを置こうと思いまして、でそこで4人分バババッと置いてですね、で、一緒に写真撮ったりだとかそういうのをしてくれるといいなって思ってる撮影です。なんかこう例えばちょっと出てきたよ、はい、こういう等身大パネルがあってこういう風に撮ったりとか、こういう風に撮ったりとか、こういう風に撮ったりとかして大丈夫なやつを撮ろうと思ってます。あの置こうと思ってるんで、ぜひ足をね運んだ際には、楽しんでもらえたらなという撮影をしてます。もういいですか？もうちょっと、はい、あの、はい、ちょっと時間もあれ。はい。すみません。お邪魔して。すみません。はい。よいい感じ。ありがとうございます。おっぱい見せて。はい。じゃあちょっと向こうでも何か作業してるようなのでちょっと覗いてみましょうか。失礼します。はいはい、撮ってるの？はい、今は何を、え、あ、これダメですか？これはダメです。これダメですか？過去に俺たち、はい、あの DVD とか、はいはいはい、まあ例えばキャプテン小池だったりショーだったりとかありましたね、まあ、あとはね、はいはい、あのライブのさ DVD とか俺ら出してんのよ。はいはいはい、出てます、出てます、はい、知ってる？知ってます、知ってます。見たことある？見ろ、見とけ、見とけ、あります、はい、リポーターなら見とけ、見てください、うん、そういうのを、はい、まあ、各会場でなんかそのブース内で流したいなと思ってる。ああ、でランダムでね、はいはい、ここの会場はこれ流そうかなとかいうのをちょっと決めたりとか、映像が見れるという、そうそうそう、 あとね、はい、今回ねこういうねコルクボードちょっと大きいんだけど、ね、はいはいはい、こちらこちら、おこのすごい大きいですね、はい、このコルクボードに、はいはい、なんかさやっぱ歴史過去ブースって感じに作りたいから、はいはい、まあ、歴史いろんな写真とかさ撮ってきたじゃん、はいはいはい、でまあそれは携帯とかでも俺ら撮ってんのバカみたいに。なるほど、うん、はいはい、バカみたいな量あるからそれをまあ各メンバー一人ずつでこう写真にしてコルクボード貼ってって、はい、それもドカッと飾りたいなと。このそう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 この大きさで、ああこれはだいぶ見応えがある。そうね、だから、はい、各メンバーで、まあ、色が違うコルクボードが作れたらいいなと。なるほど、じゃあこれが4つ、うん、4人分あるっていうこと、ね、うん、そうだね、はあ、なのかな、はあ、合ってるね、合ってます、合ってる、はい、うん、作りたいなと思って。なるほど、なるほど、うん、ちょっと邪魔しないんだな、あんまり。はい、あ、すいません、映像まとめてる。あ、なるほど、すみません。ちゃんと見てね、はいはい、見ます、はい、出てるから、見ます、売ってるから、はい、見ます、うん、今日帰ったら見ます、帰ったら見て、見ます、はい、感想送って、見ます。あ、見ます。はい、見ます。あ、頑張って。はい。邪魔すんだよ。はい。わかりました。わかりました。はい。ということで、なんか見どころたくさんもありました。はい。あ、まだ何か作業しますね。はい。失礼します。お疲れ様です。撮影お疲れ様です。お疲れ。今まだ書いてなかった。まだ。はい。ちょっと。今今クイズ作ってんだよ。クイズ。そう。クイズ。そう。はい。一体どういった。今回の、ね、イベントで、はい、こう会場内でね、はい、いろんなところに SNH に関わるクイズだったり暗号だったりをばらまいて、お、それをねこう通知機とか並ぶじゃん、はいはい、並んだりさ、こう疲れて休憩する時間いるでしょ、はいはい、その時の暇つぶしとして、はい、ちょっと考えてるんだけど、もしそれ全部クリアすることができたら、はい、すっごい素敵な粗品をプレゼントしようと思って、それのクイズを今作ってて、はい、なるほど。一問やってみる。一問、あ、もうできてるんですね。はい、例えば。カラスくんの足のサイズは、はい、カラスくんの足のサイズは 25.5cm。カラス、足のサイズ何本？いや、もっとちっちゃいんじゃない？ 22。22だ。22だ。22だよ。
トラスの足のサイズ22cm。 俺の足のサイズ知ってんの？知ってます。何だそうだ。26.5cm じゃないですか。正解。気持ちいいね。気持ちいい。こういうのを友達とかね、はいはい、と一緒に楽しんでもらえたらなと思って。そういうクイズをいっぱいこう、そう置いて。そう。はい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 。楽しいでしょ、その方が。はいはいはい。じゃあそれを解くと、うん、素晴らしいなんかプレゼントが。粗品が。そう。まあいろんなね、場所とかにあったりするから、はいはい、各、はい、まあ、人それぞれのね、はい、有効な時間の使い方で、はい、クイズをね楽しんでほしい。そうだね、うん、いろんな今回はブースがあるから、うん、まあ、さっき言ったパネルとかクイズとかね、あのみんなそれぞれの時間をそれぞれ楽しんでもらえたらなという感じになってますね。そうだね。あと、うん、まだ何かあるって聞いてるんですけど、ライブやるよな。ライブやるよ。もちろんそれはもちろん、それはもちろん、うん、なるほど。ライブ、はい、踊るし踊る、歌うし、うん、まあ、今回はまあ踊ってみたのバージョンのライブと歌ってみたバージョンのライブっていうのがあって、はい、でまあ結構1時間半ぐらいやる、結構なんかあの曲もあればこの曲もあるしソロもあるかもしれんしっていうような、もうなんか見てても楽しいなって思うような演目を結構ふんだんにね取り入れた。そう、久々にコンビもやるよ、うん、お、コンビもやるし、うん、まあね、踊ってみた最近ね、はい、あのちょくちょく上げてたんだけど、はいはいはい、ステージの上でまだできてない曲、なるほど、いっぱいあるし、うん、はい、なんかそういうのもね、披露できたらいい。でも結構盛りだくさん、結構、うん、まあ、見て楽しめるんちゃうかなと思うような、ギュッと1時間半にまとめて、うん、はい、ライブをしてみんながわーってやってくれたらなっていう思いで今制作してますね。なるほど、うん、まあでもね、俺らだけじゃないから、うん、ライブに関してはね。あれ、どういうこと？あー、すげえやつが来るから、うん、ゲスト呼んでる。あれ誰？言っていい？いや、いいんじゃない、いいんじゃないか、いいんじゃないか。じゃあ、いいで、うん、ゲストここで発表したいと思うよ。うん、いい、言うよ。驚いちゃうね、驚、うん、いちゃう、ね、今回のゲストはあの伝説のバンドサービスエリアが来る。来ると思わなかったな。いや俺も来ると思わなかった。で今回ね、そのサービスエリアに、うん、なんと、はい、メッセージもらってる。うわ、これなかなかね送ってくれないからね、うんうん、だからそのメッセージ、うん、ぜひみんなに、今見てるみんなにね見てもらいたいなと思うんで、うん、急振りする見せてくれ、と、その前にサービスエリアとはと思っている方にご説明を。サービスエリアとは SLH 電鉄ツアーで生まれたメインボーカル海老名亮とその他で構成される奇跡のバンド、 SLH ではなく全く別の人格という設定。演奏は初心者丸出しなのだが不思議な魅力で数多くのファンを虜にする。ツアーファイナルでは月に帰ると宣言し、二度と地球には戻ってこないような口ぶりだったが、ダメ元でオファーしたところ快く了承していただき、今回のイベントに出演することになった。それではコメント VTR をご覧いただこう。出会いと別れ、出会いがあれば別れもある、それは人生。でも海老名はここに戻ってきた、それは運命。またこうやってサービスエリアとパーキングエリアがぶつかる運命、楽しみじゃない。俺たちは47都道府県で結成して、そしてレベルも上げてきた。海老名は月でいっぱい練習してきた。お前たちもしっかり立派なバナナ磨いて俺たちに見せつけてこい。ライブ会場で決めた。はい、今日は、SLH 集会突撃ということで撮影現場にお邪魔させていただきました。いろんなコンテンツを今回盛りだくさんということで、メンバーさんからもですね説明ありました。すごい盛り上がるイベントになること間違いないと思います。この11月から年末にかけて、
イベントが開催されるということで、チケットの方もですね、現在発売中ということなので、ぜひ皆さん遊びに来てみてはいかがでしょうか。はい、現場からは以上です。2日間の突撃リポートはこれにて終了した。これで告知動画も完璧と思った矢先、ツーショットチェキの説明動画を撮り忘れてたことに気づく白浜。時間がない、でも焦っても仕方がない。ということで、次回初めてのツーショットチェキ見てくれよな。